昨日夕方、北九州都市高速の上りでトラックがガードレールに衝突し横転しました。乗っていた男性1人が意識不明の重体です。今トラックがレッカー車に乗せられて運ばれていきます。助手席部分が大きく破損しているのが確認できます。警察によりますと、事故が起きたのは北九州市八幡西区小峰の北九州都市高速4号線上りの小峰インター付近です。昨日午後5時半過ぎ、ほぼ直線の道路を走っていたトラックが路肩のガードレールに衝突し横転したとみられています。運転していた自称建設業会社員の男性は、日差しが眩しかったと話しているということです。トラックには運転手を含む男性4人が乗っていて、うち2人が意識不明の重体で病院に搬送されましたが、1人の意識は回復したということです。